next to the beat. You know the beat. Go set you free. ああ、エリアシがまとまらない。ここポイントですね。シークレットレイヤーを入れる。空気を入れるよ。カット完了しました。いいですね。はい、では今日も始まりました。今日はモデルのルナさんです。ここにあのインスタのアカウントでも出るので皆さんフォローしてください。ということで、ちょっとあのオープニング撮る前に間違えて髪も濡らしちゃったんですけど、今これビフォアの状態ですね。で、今のお悩みが何でしたっけ？悩みは襟足がまとまらない、はい、あ、襟足がまとまらない、うん、うん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 。でも基本今伸ばしてるんですよね。そうです。うんうんうん、襟足がまずまとまらない、はい、ここがこう、今ちょうど肩に当たるか当たらないかでそれがこう跳ねちゃうんですね。あと他には何かありますか？あとは、伸ばしてるので、うんうん、どんどん毛先が薄い。ああ、毛先が薄い。はい、うんうんうん。まあ、前回僕切ってからだいぶ経ってますもんね。はい、結構こういう感じで毛先が薄くなっちゃってまとまんない状態ですね。あと前髪とかどうですか？前髪もちょっと伸びてきてるので、うん、ちょっと切りたいですね。はい、トップとかってどうですかね？トップはもう結構ペタンとしちゃう。ペタンとしちゃう。はい、うんうんうん。そしたら今日はデザイン的には基本的には髪伸ばしてるのでそんなに気にないんですけど、まあ後ろ跳ねやすいところがあると思うんだけど、そこを一旦1センチぐらい切ってあげて、まあ、まとまる長さにしてあげるのと、前回僕が切った時に前下がりのデザインにしたので、ちょうどその前下がりラインがちょうど跳ねやすい長さにもなってきてるので、そこを本当なだらかな前下がりからちょっとこう平行気味で乾かすとサイドって浮いてくるので、ちょうど気持ちこう前上がりになるようなデザインにしてあげるのと、あとは前髪が伸びちゃっててちょっと目に今かかっちゃってるから、それをちょうど目と眉の間ぐらいに切って、少しシースルーで透けた感じの前髪にして、伸ばしかけでまとまるんだけど少し軽さを出す。でそこの前髪からサイドにかけては自然につながるこうマッシュラインで切ってあげて、ちょっとこう柔らかさを出そうかなと思ってます。で、基本全然に まとまるような重さは出すんだけど、トップがペタッとしやすいから、ここはこうシークレットレイヤーでちょっと動く感じっていうのを作るような今日はカットをしていきます。まあ、ルナさんはすごいこう綺麗め系な顔でお顔もすごく細いされてるんだけど、まあ、やや気持ちこう面長型だから、本当にこの前上がりにすることでこう丸みをこの耳上に持ってくることで、ちょっとこう春らしい柔らかさっていうのを作っていこうと思います。はい、よし、ではこれでカットしていきます。ということで今が前下がりラインだから、この中心部分をほんのり切って、ちょっとこう前にラウンドする形に切っていきます。ここポイントですね。彼女は生え癖がヘムラインの生え癖が結構起きやすいので、イングラデーションを入れてこの辺りですね、ちょうど三つ入り部分を内側を短くして、今これによって収まりをより良くしてますね。ここから少しこう前上がりに、まあ、前髪切りすぎて短くなっちゃうんで、ほんとほぼ平行ぐらいですね。平行気味にすることで顔の印象を少し柔らかく見せる。そしてやや面長さに少しこう柔らかさだったり甘さっていうのをこれでプラスできますね。よし、少し前ベースカットが完了。ほら、綺麗に見ると分かると思うんだけど、地に収まりながら少し全体的に丸みが出た感
このミルクは結構髪がペタッとしやすい方とかでも保湿はしてくれるんだけど、しっかりとこう潤いを与えてくれるような結構軽めな剤になってます。今日はこちらのホッチョットのミルクをつけていきます。彼女はちょっと面長さんなので、前髪の幅はあんまり狭すぎず、ちょっとだけ広めですね。こう自然に下ろした時に目尻、ちょうど目尻の幅よりはちょっと広く取る、これ今回のポイントですね。まあ、このままでも可愛いんだけど、少し顔前にメリハリ動きがないので、前髪からこのサイドバン、ちょうど頬にかかる部分ですね、ここをなだらかにつないで、もう少しここに顔にフィットする髪を作っていきます。この中間の重さだけ的確に取ってます。それによって毛先の厚みを残しながら空気感、浮遊感だけ出すと。表面のこのペタッとしやすいところにシークレットレイヤーを入れています。この動き出したいところの中にあえて短い髪を少しだけ作ることによって、それがシークレットレイヤーとなって、このトップの動きを出してくれると。お、これがシークレットレイヤー。これは痛くないように指を押さえてるから大丈夫なんですよ。はい、ということでカットが完成しました。はい、じゃあ今日はワンポイントメイクということで、ちょっとこちらの3のリップ、色味で言うとちょっと薄めなローズピンクって感じですね、こちらつけてみますね。3段階で巻きをつけてあげると、トップに一番ボリューム出して、下の部分は顔に沿わせるっていう感じで、カールの強さを変えてあげるとすごくいいですね。一番下は毛先だけ、中間が2段目ね、ミドル、アンダー、ミドル、オーバー、ミドルは中間から熱を加える、ここは根元からボリューム出したいので根元から滑らせる、ゆっくり滑らせる、はい、そうするとボリュームが出ちゃいますね。まあ自分でやるときは後ろ見えないと思うんで、なんとなくざっくりと3段ぐらいに分けてあげるんですね。襟足は巻かなくていいので、襟足のちょっと上の部分ですね、ここから1段、2段、3段。時間ない方は上から。さっきと同じ法則で、上の部分は根元からいってみる。で、どかして、中段。ミドルセクションは中間から滑らせる。で、アンダーセクション。は毛先だけ、そう、この前回も使ったナインオイル、こいつをこのツープッシュ取ってあげて、中からしっかり
空気を入れるようにして中間から毛先に向かってスケルトン空気を入れるように中間毛先で今まだつけてないのはこの顔周り前髪とこのサイドかな。ここでつけるときに初めに取ったばっかりの量でつけちゃうと結構テカテカに髪洗ってない人みたいになっちゃうから全体的につけた2割ぐらい手に残ってるなっていうぐらいまで後ろの部分でつけて残り2割でこの前髪顔周りで溶かすで溶かしてあげて一度耳にかけたりして一回引き算をしてちょうど可愛いバランスはどのぐらいかなっていうのを見ながらちょっとずつこぼしてあげる。ここから大事なのはこのままタイトでも可愛いんだけどせっかくトップにシークレットレイヤーを入れたからそこを持ち上げる。サクつまんでサク。はい、ということでカット完了しました。いいですね。ということで毛先の厚みは軽さがありながらも出てると。で、後ろ跳ねちゃうとこもしっかり収まってます。で、あとはトップがペタッとしちゃうところに関してもこのぐらいふんわりとした空気感が入っちゃったんですね。よし、あとはもう一つポイントとしては前髪のシズル感ね。彼女は結構自分で巻いて流すから前髪からサイドに向かってこう丸みを持たせながらつなぐようなマッシュラインで切ってあるので全体に丸みがあって少し柔らかさとか甘さを出しながらも軽さのある、まあ、あまり子供っぽくなりすぎない今回はショートにカットしてきました。はい、じゃあ今日はどうもありがとうございました。見てくださった方、グッドボタンとチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。あと、YouTube からこのチャンネル見てくれた人は僕の概要欄に、Instagram のアカウント載ってるのでぜひそっちも見てみてください。日々 のヘアスタイルたくさん載せてますので、あと美容さんに向けたセミナーとかも概要欄にたくさん載せてるのでもっと僕の技術知りたい方とかはそこから入ってもらえると嬉しいです。では今日はどうもありがとうございました。はい、またね。